今日はね、青森水選挙でみんなでやってる畑のジャガイモについてお話ししたいんだけれども、このジャガイモね、マルチしてます。この目的何かって言えば、結局のところを省力化、作業を省くためにやってます。こういうふうにやると土寄せ、ジャガイモの栽培で結構面倒くさい手間のかかる作業といえば土寄せ、それを一切しなくてよくなります。このマルチによって、黒マルチによって光が遮断されるから、土寄せしてるのと同じ状態になるのね。だからもう結局このまま一回植えたらそのまんま収穫までいけます。すごく楽です。でどうやってやるかっていうと、まず畝を立てて、そこにジャガイモを植えて、その上からマルチをかける、黒マルチをかけて、でその後ね、芽が出てきて穴、 その時は穴開けてないんだけども、その時その後芽が出てきてマルチがさ、こんもりしてくるから、そしたらそこをカッターかなんかで開けてあげて、芽を出してあげて、でそれであとは収穫まで置いておくと。で収穫の時になったらマルチを剥がして、あと掘るだけ、土寄せは一切しなくていいという楽なやり方です。ちょっと最初植える時に手間だけどもね、それでも最初の手間をかけるだけあって、やっぱ途中はね、手間をかけなくていいから楽です。特にここ山の方なんで、なかなかね、ここに来るまでにも俺の家からでも30分ぐらいかかるんで、まあしょっちゅう来れないっていうのがあるんで、あと人手が足りないし、ここはねみんなでやってると。で若いの俺しかいなくて、あとみんな70、80とか超えてるおじいさまおばあさまなんで、やはり、土寄せとかっていうのも結構重労働になってくるんで、こういうやり方をしています。そして草がすごい生えるんで、除草の手間も省いてあげないと、そういうメンバーさんたちね、メンバーさんとか仲間ね、やっぱ続かないんで、こういうやり方をしています。でね、奥の方白いのネット、まあ、ここもねこれもネット貼ってあるんだけども、これさ、二重矢干し、偽テントウとかっていうさ、草食のテントムシがジャガイモの葉っぱ食べるんで、その防虫対策としてネットを貼っています。でこっちなんでやってないかっていうと、実際これやるとどのくらい効果があるのか、ないとどのくらい被害があるのかっていうのを比較するためにやってるそうですね。それをやはり知識がない人たちにどれだけ意味があるのか、手間かけた価値はどれだけあるのかっていうのを見せるためにやってるそうです。俺は自分の畑あるから最近来てないからあれだけども、今そういう話だ聞いてるんで、ね、本当にね、偽テントウっていうのはさ、いっぱい食べるんだよ。本当にナス科のものを食べるんで、ジャガイモもナス科だから、ジャガイモの葉っぱめっちゃ食うんだよね。でジャガイモを食い尽くしたら、このトマトとかナスとか食い出すから、すごく立ちの悪い害虫で、しかもあれ天敵いないのかな、確か天敵いないんだよね。すごい臭い汁出すから、やはりそういう液中、要するに虫を食べる肉食の、液中さんもね、食べないんだろうね、やっぱ匂いするから。で結構すごい増えていって、ジャガイモ壊滅状態になるっていうのがあったんで、こういうネットをやったりしてます。本当にこうネットまでやると本当に手間だけども、まあ、かなり効果はあるんで、二重矢干しに困ってる人はジャガイモにネットをかけることをおすすめします。ネットをかける場合は本当にマルチやとかないと、土寄せとかするのがすごく大変なんで、一回一回これ剥がして、このアーチかけてるんだけども、このアーチの支柱も外して、で土寄せてまたかけてっていうのはすごい手間なんで、土寄せがしなくていいマルチ、ジャガイモのマルチ栽培とセットでやること、これがコツかな、コツっていうかおすすめですんで、とりあえずね、今回はお見せしたかったのはこういうジャガイモ、ねまあ、今最後にアップでまた説明しますんで、ジャガイモね、マルチをかけてあるんで、この下、ジャガイモってのはお日様が当たると緑色になってさ、食べられなくなっちゃうんで、要は土寄せも太陽に当てないため、芋を太陽に当てないために土寄せしてるんで、このマルチで遮光してしまえば、まあ、全く太陽に当たらない、食べれるジャガイモが取れるんで、そういう意味でこういう風にやってます。土寄せを一切しなくて良くなるということですね、でこのネット、これが二重矢干し、偽テントウからジャガイモを守るためにやってるやつです。
でね、そうそうそう、これ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 、これがね、ちょっと待って、1個取っちゃうか。ごめんね、1個取っちゃうよ。みんなにお勉強だ。あー、いた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 。こいつが偽点灯よ。こいつね、20矢星。ちょっと光の関係で、こっちかな、こっちにすれば当たるかな。ね、これが20矢星っていうやつです。すごい立ちの悪い天敵です。まあ、こいつはちょっと潰しときましょう。よいしょ。手で潰すと臭いんで足で潰しときます。で、彼らが食べた葉っぱってのがこういう風にね、なんだ、すり切り状っていうのかな、霞みつがこの葉脈だけ残してさ、ここまでアップしてもピンと合うな。こういう風に食べるんで、こういう葉っぱがジャガイモの畑になれば絶対いるんでね、探してみてください。で、幼虫が出るとものすごい食うんでね。こいつなんか結構やられてるね。うん、こういう感じにやられていくんで。で、ネットやった方ちょっとネットで見づらいかもしれないけども、うん、ネットの方は被害はないかな。うん、ないね。うんうんうん、ないない。やっぱ効果あるなと思ったけども、いたいた、ここさ、葉っぱ食べてるな。うん、ネットのいいところはこういう侵入を防げるんだけども、一回入ってしまうと外にも出ないから、この中でめちゃくちゃ増えちゃってっていう失敗することもあるんで、うん、まあそれは一長一短かなと。侵入しないように早い段階からもうネットをかけてしまうことをお勧めしますね。うん、でこっちの方もネットかけてやってるんで、もうカメムシさんいたじゃん、カメムシさん。うん、ちょっとこっち生育悪いな、小さい感じで。まあこういう感じでね、ネットかけてやる栽培、手間をなるべくかけないようにそうやってやる知恵を使ったやり方ですね。やっぱりこう人手かかればそれだけね、手間だし大変なんで、こういうふうに道具を使うやり方は大事だと思いますよ。このくらいの面積だったらね、あ、でもこのくらいの面積、手でね、虹や星取るっていうのは本当に大変だから、やっぱこういう風に使ってやるのもいいと思う。例えばこの1列か2列ぐらいであれば、3列ぐらいだったら手でね、毎日取って歩いてもいいんだけどもね、これだけでも全部で20列ぐらいあるから、やっぱ虹や星取るっていうのも大変だし、これを土寄せを2回、3回やるってなると結構大変なんで、まあこういうやり方を取り入れてみることもまたおすすめしますんで、もし朝、春ね、春これ全部やると大変だけども、そういう手間を惜しまないやるっていうんだったらおすすめします、このやり方。じゃがいものマルチ張りの紹介でした、今回は。